こんばんは。夕方のグールニュースのお時間です。石田水作品の大規模展覧会、石田水展の CM がついに公開されました。今回公開された CM には、テレビアニメ東京グールのシーズン1オープニング主題歌で人気を博したアンラベルをヨルシカのナブナ氏によるリミックスバージョンが使用されています。展示会では初期作品の貴重なアナログ原稿やネームが展示されるようで、 CM の中でも東京グールの初期ネームと思われる画像が複数公開されています。また会場では水先生のイラスト約710点と今回お披露目されたアンラベルを使用し、17台のモニターで構成したビデオコラージュ展示も行われるようです。この報道を受け、 YouTube で東京グールに詳しい動画投稿者のエネム氏は、では今回のグールニュースは以上です。